おはようございます。決算の役員連絡会ですが、まず高村副総裁からは今日から予算審議に入ると、支持率などは堅調だが、こういう時こそ謙虚にやるべきことはしっかりやっていこうと、謙虚にかつですねやるべきことはしっかりやっていこうと、こういうご挨拶でした。私は昨日の与野党幹事長職局長会談の模様をご報告しました。甘利大臣が辞任されましてね、その後石原新大臣も速やかに選任をされまして、体制が整ったので、早期の予算審議を与党として、求めたところであります。与野党で本会議で、野党は経済安全のやり直しを求められたんですが、これはもう閣議決定をしたことでもあり、してやることでもありですね。また議長も政府連説は終了したというふうに本会議でおっしゃっていることで、それは不可能だけれども、その代わりということで本会議を開いて、総理出席のもとで石原新大臣の所信的説明、経済に関する発言というふうになっておりますが、それと補充質疑を行って、その後予算委員会に入ることで合意し、国会は正常化をしたということであります。大事な局面でもあり、国民も注視しているので、気を引き締めて予算審議に臨んで早期成立を目指していきたいと、政府与党結束して政権運営に当たっていきたいのでよろしくということを申し上げました。それからもう一つ、私の地元でもございますが、京都市長選、今週末投開票を迎えると、いろいろ役員にも京都に入っていただいているが、勝利を目指して頑張るのでよろしくということを申し上げました。それから佐藤国対委員長からはですね、昨日の与野党幹事長会談で国会は正常化したと、ただ若干日数を周期して予算の年度内成立を目指すには1日も無駄にできないので、しっかりやっていきたいと、いうこと、あとは本会議予算委員会についてお話がありました。それから関連して河村議員委員長からはですね、本会議の状況のほかですね、2月の22日に議長が各党から選挙の投資に対する見解を聞くというご発言、それでございました。あとは参議院の吉田国対委員長が参議院の本会議予算委員会に行って、についてお話がありました。それからあとは伊達参議長、北海道五候補選の状況についてのお話がありですね、茂木選対委員長からも京都市長選挙の情勢、北海道五の補選、について公明新党大地から脱推薦を受けたというご報告でした。稲田政調会長からは京都市長選の応援に入っていただいたご報告と、明日予算委員会の質問に立つけれども、謙虚にやるべきことはしっかりやっていくというお話がありました。二階総務会長からは予算を早く通すことが国民の信頼につながるということでありました。それから木村広報本部長から各社世論調査についてのお話、それから細田幹事長代行からは選挙制度改革について、今後の方針について平場の議論を開始するというお話がありました。私からは以上になります。はい、石原さん、岡田さんから22日に発表の意見を受けているんですが、22日だとですね、政府との数値がまだあると思うんですが、その時点で党の考え方というのはどういう方向のものになるんですか。これはですね、具体的にどうしていくか、22日その中間報告って今言うんですでしたかね、あれがないとできないんですけれども、投資の中にですね、大規模国勢調査の中間内に実施される簡易国勢調査の結果、格差2倍以上の選挙区が生じたときは衆議院議員選挙区確定審議会は各選挙区間の格差が2倍満となるよう、関係選挙区の価格の見直しを行うものとすると、
なおこの見直しについては本来の選挙区の区画の見直しが10年ごとに行われることを踏まえ必要最小限のものとし都道府県の議席配分の変更を行わないと、まあ、こうはっきり書いてあるわけですね。ですからこの法律はやっぱり出すということだと思います。それであと具体的な線引きはですね、もちろん法律を出すについてはその結果を見ないとその法律の具体的な条文にはならんと思いますけれど、やはりその法律はまず出さなきゃいかんということを小沢さんはおっしゃって、いるわけです。それで法律を出しその法律ができると区画審議会が具体的なその区画線引きに入る、まあ、こういうことになりますね。その党のその方針です考え方の中で定数削減、まあ、方針ではアダムスに基づいて7増13減とあります。これに対する党の考え方というのはこれはまあもう少し今の段階でまだ完全に固まっているわけではないと思います。その辺はまあどうしていくかこれからまだ整理していくわけですが、基本はやっぱり今申し上げたようにですね、その答申を尊重してやっていくということだと思います。アダムズ方式、まあ、新しい審議配分方式まだ議論が決まっていないということですけれど、スタート時点のですね、現在の処理別冊方式が違憲の状況になっているということから議論がスタートしたかと思いますが、この議論について、まあ、結局ですね、この答申の読み方になるんですけど、ここに中間連の場合にはですね、都道府県の議席配分の変更は行わないとしてあるわけで、要するにこれをどう読むかということだと思います。それでただですね、本調査の時にはさて具体的にどうしていくかっていうのは本調査の時にはそれをやらなきゃいけないんで、その議論をやっぱりどういうことでやっていくかっていうのはまだ十分に詰まっているわけであります。幹事長、京都新聞の高橋です、はい。京都市長選が最終盤を迎えておるわけなんですが、改めまして幹事長は京都市長選の位置づけについてどのようにお考えでしょうか。まあ政令指定都市でもありますしですね、極めてこれ京都選出の私から言ってもなんですが、やっぱり長い歴史と伝統文化を踏まえたですね、大事な都市の選挙であります。でしかももともと革新が相当強い地盤でありますので、今回の選挙特にですね、いわゆるこの命名法はどうかと思いますと、オール沖縄方式というようなものが多分共産党からしますとね、次の参議院選挙の一つの彼らの戦略の核にそういうものがあったんだと思います。でそこで沖縄の選挙ではですね、幸いにしてそのオール沖縄方式というものを何て言うんですか、我々としてはそういう方式に対して勝利することができたわけですが、やっぱりその後を受けてその革新の強い京都でですね、どういう選挙戦をするかというのは今後の展望を野党協力の状況とかですね、展望の上でも大事な選挙ではないかと思っています。幹事長、はい、昨日の野党幹事会談でも出た企業団体献金についてなんですけれども、野党の中にはこの企業団体献金を禁止する法案の今国会成立を探る動きもありますが、こうした動きが出ていることについての説明をお願いします。これはですね、昨日今日始まった議論ではなくて、もう昔から企業団体献金はどうするかっていう、やめろというところと必要であるというところがもう何度も議論を繰り返してきております。で我が党の方針はどうかと言われれば、企業それから団体、社会的なやはり存在でありますから、常在を支援する党に出していただくということはですね、何ら否定するのではないと私どもは思っています。おそらくそういうことで議論を始めるとですね、今まで何度もやってたのとある意味では繰り返しになるかもしれません。
私どもはそういう議論が何度も繰り返されたので、今そういう議論を直ちにする必要があるというふうには私どもは思っておりませんけれども、ただ国会の中でそういう議論を野党が提起されるということ、まあ今まで何度もやってますんでね、他の案件がいろいろある中でそれを取り立ててテーマにする必要があるのかどうかっていうのは私はどうかなと思いますけど、まあ議論すること自体はまあ否定するのではありません。よろしいですか。はい、テレビ朝日の繰り返しになりますが、選挙制の改革についてお尋ねします。自民党内の研修薬が狙っているかと言われている中で、先日総理が河村委員長と会談されたときに、総理ご自身が党心の意見を尊重するとおっしゃいました。で、党内でいまだ慎重な意見が根強かったり、この総理の発言の重みというか、それをどのように伝えていらっしゃいますか。私もね、この答申を尊重するのが一番基本だと思います。それで、とにかく今、直ちにやれというのは、先ほどの点であります。それで、まあ、アダムズ保守とかいろんなこと書いてありますが、これは要するに、これはまあ読み方、いろいろ人によって読み方が違うのかもしれませんが、要するに、その、10年ごとの見直しの時には、形を整えなきゃいかんということだと思いますね。それをどうしていくかは今後詰めていく、まだこの点をどうしていくかは十分の集約ができているわけではないと思いますが、差し当たってこれだけはもうこの答申のいわば現時点でやらなければならないマストであるんだろうと思います。会長よろしくお願いします。今、役連の中での発言の中で、細田幹事長代行から平場の議論を開始するとお話があったということなんですけど、具体的な時期についての発言というか、いつやるんですか。来週か、なんかそんな先じゃないと思います。わかりました。はい、産経新聞の豊田です。国会が正常化して、今日石原新大臣が所信と質疑を行われる運びになりましたけれども、国会対応の面で今後国会運営をスムーズに進めていくために、どんな国会対応を石原さんに期待されますでしょうか。まあ石原さんはですね、閣僚のポストもたくさんおやりになってますし、党の役員幹事長等々も経験しておられますから、今さら細かい注文を私どもからつけるつもりはないし、も聞く必要だと思います。ただTPP はですね、交渉中保秘の機密を保持するというこのお約束でやってまいりましたので、途中経緯については必ずしも甘利さんはもちろん自ら当たっておられたから一切にわたってご承知でありますけれども、他の人は必ずしもその交渉の経過を十分に知っているわけではありませんので、十分な引き継ぎとですね、今までの交渉経緯についてこなしていただくということが必要かなと思いますね。衆院選挙制度改革に絡む話なんですけど、議員定数の削減についてお話しますよね。日本は決してそのヨーロッパとかに比べてそんなに多くないと思いますし、例えば数を減らせば立法機能の低下とか、委員会の掛け持ちも今かなり複雑になってますけど、その身を切る改革というふうな言えば聞こえはいいんでしょうけど、幹事長、そもそも定数削減についてどういうふうにお考えですか。これもいろんな議論の経緯があってですね、私自身も過去の議論に全部通行しているわけではありません。それで前の改革の時にはゼロ増5減というのをやりましてね、それでさらに身を切る改革という議論もあったものですから、ゼロ増5減は選挙区の改革、小選挙区の改革である。それであと比例を削減したらどうかということを自民党からも提起したことがあります。それで今度の答申を拝見しますとね、
その定数削減についてその積極的な根拠はないというふうに多いとは言えずこれを削減する積極的な理由や理論的根拠は見出し難いと書いてある。で他方ですね、多くの政党の選挙公約でもあった。でこれをどう考えるかという問題が あると思います。それで私自身これはもう全く党の考えでもありません、私自身の考え方ですけれども、昨年の11月の最高、今まではですね、私どもは10年ごとの国勢調査にのっとって、それが一体にて投票のことではあってはいけないというのは最高裁の示すところではないかというふうに理解していた。私の理解が十分であるかどうかは別ですね、別ですが、ところが去年の11月の最高裁判決はですね、10年ごとのあれではなくだけではなくて、あの時はつまりゼロ増5減やってからですね、まだ国勢調査の結果っていうのはその後は出てないわけですよ。出てないけれども、その後のその住民票を使ってですね、違憲状態である。ただ期間がもう1対2を超えて違憲状態である。ただ期間が合理的な期間を溶かしたとは言えないから、結論は維持するという判決になっております。そうするとその、我々が今まで理解してたことよりもさらに一歩最高裁は踏み込んだのかなというのが、これは最高裁判決そんなにも眼光支配に徹するほど読んでおりませんので、そういう理解でいいのかどうかもご教授を得たいとは思っておりますが、以前よりも一票の格差是正というところにウエイトを移されたのかなという気がいたしております。それで一票、そうしますとですね、一票の格差と定数是正というのは相矛盾するとは言いませんが、なかなか難しい関係に立ってですね、数がある程度あれば一票の格差是正というのは比較的圧力がかかりにくいんですね。ところがそれから割とその場合でも割合楽にできるんで楽しくはありませんけど、だけどただ数が少なくなってくるとちょっとの変化がもうすぐに響いてくるということになりますので、やや二律背反とまでは言いませんが、ややそういう感じがないわけでもありません。そうするとやっぱり11月の最高裁判決出る前と出る後ではですね、その辺の状況も違ってきてるのかなというようなことを感じておりますが、その辺はまあこれからのもう少し議論を進めたらどうかなと思っています。これは全く私の個人としての試験であります。はい、じゃあ以上で幹事長の会見を終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。